おいっす、こんにちは、メリです。チーリンドラゴン。本日12時から裏三振、もしくは表の三振で出現するらしいです。で、裏も表も同じ強さなのかな？ちょっとその辺はわかんないですけど、多分同じなんじゃないかな？裏とかついてないし。っていうことで、まあ裏三振やってるんですけども、2回目にしてね、無事遭遇しました。まあ初なので、ちょっとコードパターンとかよくわかりませんが、とりあえず、キーラにあったんで、ルーレットがしてあるのと、お邪魔の目覚めはこの子がやってきましたって感じですね。まあ編成はこんな感じで、まあ後半で一応紹介はしようとは思ってますけど、まあとりあえずちょっとぶん殴ってみますわ。ドラゴンキラーこのために遊戯にサンブリしてきたんですけど、役に立つかはわかりません。そしたらばよ、まあルーレットを生かすパズルをわざわざする必要はないかな。無難にもう右捨てで、とりあえずこんなもんで、ちょっと落ち込んなしにしてるんで落ち込んなしにしてるんで、これでどれぐらい削れるか。あー、さすがに 90% カットは痛えな。痛えな。90% カット強いな。やりますね。とりあえずちょっと回復軽減しながら少しずつ削っていこう。勝った。強いな。まあまあ強いね、ほんで。ですよね、私は。もう遊戯の火力で頑張ってもらうしかない。これでどうかな。もう一回殴らんといけない。もう一回殴って、まあなんとかかな。OK、これで半分切ったと思う。これで半分切ると思います。はい、半分根性切りました。まあ光属性になったからさっきの倍は入るからね。あ、今まで遅延効いたんだ。あ多分カウントダウンなんだと思う。カウントダウンなんだろうとは思ってますから。はーい。ちょっと遅い。これでどれぐらい削れるかな。これでどのぐらいいける。あ、いけるいけるいける。 OK、 カウンターラウン。あー、余裕、めっちゃ余裕。遊戯使って倒そう。これは勝ったね。これは勝った、勝った、勝った。まあうまいことはアッコ蓋すればいい。だから水ドロップ終わりぐらいから始めとけば、多分アッコ闇になるわ。こう蓋できるんかな、これ蓋できるかな。よいしょ。あー、ちょっと光ドロップ欲しいね、これ。よし、まあこんなもんで。あー、待って、もうちょっと待ってよ。もうちょっと話すの待ってばよかったわ。倒したでしょ。はい、オッケー。確定ドロップよね。多分確定ドロップだと思う。よし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 。まあ編成は一応ね、参考までに紹介しておこうかなと思います。よっしゃ、チーリードラゴン初ゲットです。ありがとうございます。はい、チーリードラゴンゲットしました。性能はね、まあ弱くはないけどって感じ。まあ無課金で手に入るダメージ吸収無効だと思えば25か、まあちょっと重いけどね、まあ悪くはないかなって感じ。スーパーノエルも集まるし結構美味しいイベントだと思います。で、編成はこんな感じでやってます。まあ左3体はまあ言わなくてもいいかなと思うけど、ブラックジャックがね、属性吸収無効と、あと覚醒無効バインド回復っていうことで、結構裏三振には適応したスキルを持ってるんで、もう回復攻撃って全然タイプ当てはまってないけど、一応入れてますって感じです。他にも適正なキャラはいると思います。で、ベロアはね、短いターンで闇が枯渇した時に生成できる要因です。まあ一応、まあ枝豆はまあおまけかなって感じ。まあ雲耐性とかもつけれるんでね、なんかつけてあげたらいいかなとは思ってます。フレンド枠はこんな感じで、まあスキルを18人するためにこうしてます。ベロアがね、18ターンで、この2ターンのスキルヘイストで、遊戯が20ターンで溜まるんで、あと、まあ、バッチはね、落ち込んなしの方が早いかなってことで、落ち込んなしにしてあります。はい、ということで、今回、チーリンドラゴン、まあ、バーサスチーリンドラゴンっていう感じでした。うん。皆さんもね、表の三振でも出るみたいなんで、ただちょっと火力が必要になるかなと思うんで、エンハンスとか、ドラゴンキラーとか、コイキラー、どっちかは、たくさん持っていった方がいいかなと思いますんでね、参考までに、何か火力の出るパーティーで行ってください。はい、では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。